はい皆さんこんにちは。本日は平成30年度大学入学共通テストのプレテスト数学 1A 第4問の解説を行います、はい。こちらのプレテストなんですけれどもこのように実施されました。センター試験から大学入学共通テストに移行するにあたって文部科学省が実施した2回目のプレテストになってきます。概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますのでそちらを参考に解説を聞いていただければと思います。 はいえー、第4問は選択でで整数に関すする問題です、はい、今回は天秤の測量りを用意して、はいえー、と重りをのせていき、はいえー、と釣り合うかどうかそちらの話になってきます。はいえー、と質量 mg の物体 x と最初は 3g と 8g こちらの分んをのせながら測っていきましょうというような状況です。は,いっ1番はえー、と書いてあることを式にすれば終わりなんですけれども、はい、最初は、えー、mg の物体を a にのせて。 につせでその後と A, A の方に 8g を1個追加して、はいえー、次に B の方に 3g を2個追加したということなので、はいえー、と都合 A の方には最初の M と 8g1 個 B の方には 3g5 個乗ってるよという形で釣り合ってるのでイコールで結んであげてこちらの式。はい、でこれちらを解くと M イコール7ということで IU まで埋まってきます。 はい、えー、続きまして M が1の時、はいえー、と物体 X の質量が 1g の時 8g の分度を何個かと,、えー、と 3g の分度を3個これで釣り合うよということなので、はい、8g の分度を仮に P ことしてあげて、はいえー、先ほどと同じようにイコールの式を作ってあげるとこちらという形となりますであとはこちらを解いてあげると P が1なので 8g の分度は1個はいこのようなことから mg の物体 x と 8g を何個か 3g を何個か乗せると必ず釣り合うよという状況が確認できます。はいということで、えー、と同じように式を作っていけば 8g を p 個、えー、3g を9個用いるとすると、はい、こちらの式が成り立つよと。はいでここで、えー、と全問のところで m が1の時を確認していて m が1の時は、はいえー、と p が1。 で、9に当たる部分が3入ってますので、はい、こちらの式が成り立ちはい、今回は、えー、と1ではなく m のことを考えたいのでこちらの辺々を全部 m 倍してあげるとこのような形はい、なので p に当てはまってるのが m9 に当てはまってるのが 3m として捉えることができてはい、p9 の組み合わせが m3m はい、えー、選択肢としては丸1 0 4ということで答えとなってきます。 はいえー、続きまして、カッコ3番。カッコ3番は、M が20のとき、物体 X が 20g のとき、はい。今回、えー、ちょっと注意が必要で、A の方に 3g を何個か、B の方に 8g を何個か乗せたところを釣り合ったと。はいえー、そちらを式にすると、このような形となり、はい、これを満たす P の最小値、考えましょうということで、えー、と P は自然数なので最小値。まあ、こちらをしっかり解いてもいいんですけれども、はいえー、と1、2、3と。 順に入れていくと成り立たせるのが、P、がが P 4、4。Q が4結構すぐ見つかるので今回は解くよりも実際見つけてあげた方が早かったかなと思います。はいこれであり 3x8y=20 の全ての整数解はということで、はい、ここでいわゆる一時不定方程式こちらを解きましょうって話題になるんですけれども一時不定方程式は解を1つ見つけて引くというのが基本となってきます。 で解を1つ見つけないといけないんですけれどもそれのヒントとなっているのが全問のところ、はい、同じような式で考えていて p と q が4っていうのが見えているのでこちらをヒントとして考えていくと、はいえー、少し移行しないといけないので符号だけ変わってきますが xy 当てはまるのがス4と4、はい、ということとなり、はい、こちらを引いてあげるとこちらの形、はいえー、と右辺は8でくくれてるので8の倍数となるので x+4 が 8n の形で表せて。 x+48n 戻してあげると y√4 がス3 n ということとなり xy を解いてあげると、はい、こちらの形となってきますはい、えー、続きまして括弧4番ですはい m をうとする、はい、うというのは先ほど求めていますけど7のことですねはいえー、と 7g とすると、はい、3g と 8g の分動を変えて どのように考えていっても釣り合わない組み合わせを考えましょうという形です。はいえー、今回は、えー、とこのそれぞれ重さを変えたふんどい、どちらの様らに何個ずつを乗せてもいいよ何個ずつ乗せても釣り合わないような組み合わせを考えていきましょうという形です。はい、例えば、えー、と0番の 3g と 14g、はい、こちらのふんどを使うことを考えると、はい、から仮に皿 A に 3g と 14g。 分動をそれぞれ A1、A2 個ずつ。はい。ラ B に B2、B1、すみません、B1、B2 個ずつ。はい。乗っけた状態で、仮に釣り合ったとすると、はい。このような等式という形になります。はい。M の7グラムの分と、はい。あとはそれぞれの分動の個数かけたもの。はい。ラ B にはそれぞれの分動個数かけたもの。はい。釣り合うので、イコール。成り立って、はい。こちらをちょっと整頓してあげると、この形となり。 ええと A. 1 A. 2 B. 1 B. 2。それぞれ整数なので。はい、仮に X. Y. で置き上げ、置き換えてあげると、こちらの一時不定方程式が得られます。はい、これを満たす X. Y. が存在するかどうかで。はい、この A. 1 A. 2 B. 1 B. 2。こちらの組が出てくるかどうか。が確認取れるので。はい、あとはこちらが解を持つかどうか確認していく問題になってきます。 はい、えー、こちらの式そのまま考えてもいいんですけれども 14y を移行してあげると7でくくれるので x が7の倍数でないといけないなというような条件が見えてきてはい、仮に x を7としてあげると y がマイナス1で成り立つことが確認取れます。はい、ということで、えー、と今回は b1-b1 が 7b2-a2、はい、がマイナス1となるような整数であれば自然数であれば釣り合うよということが確認できます。 はいえー、と以下同様に一、えー、番は 3g と,と 21g で釣り合いますかということなので、はい、同じように考えてあげると3と21を係数に変えたこの式満たす xy が存在するかどうか確認してあげれば、はい、こちら左辺が3でくくれて3の倍数右辺は7で3の倍数ではないので、はい、成り立たせる整数の組みは存在しない、はいえー、2の選択肢は 8g と 14g なので同様に考えてあげると 左辺が2でくくれて2の倍数、はい。右辺は7なので2の倍数ではないので存在しない。はい三、えー、は 8g と 21g で、はい、こちら、えー、と変形して xy を考えてあげると14とス5こちらが見つかりますので成り立たせる xy 存在しますよというような形です。はい、ということで回答としては釣り合わない組み合わせはということなので1番と2番こちらが存在しないよと。 いうようよな形ですはいということで、えー、と1つずつ式を立てて確認してみるとこのような形で、えー、と一般的に一時不定方程式において x と y の係数こちらが互いに素であれば、えー、と解は存在するということが知られているのでそちらを知っていれば、はいえー、と例えば12こちらが3と218と14ということで互いに素でないので解が存在しないんじゃないかなということが 大体の予想がついてきます。はい、ということでカッ四番以上です。はい、最後カッ五番です。はい、皿、えー、A には物体 X m グラムののみを載せて、はい、皿 B には3グラムと8グラムを何個ずつかの載せるよと。はい、これでえーと量りを考えたときに釣り合うことができない m の値。はい、これは何通りあって最大のものが何ですか。そんな話です。 はい、例えば M が、えー、と5の時物体 X の質量が 5g の時 5g というのは 3g と 8g を使っては表現できないので、はい、5っていうのは釣り合うことができない値という形になってきますはい、そのような値を全て考えていくこともできなくはないんですけれどもちゃんと式で捉えてみるとこのような形となってきますはい、A3g を X 個 8g を Y 個使うとするとはい、こちらの式が成り立つことになってはい、M は 3x 8y この形になるんですけれども 3x たつ 8y で表せることができない自然数を考えていけばよいというような形です。じゃあどんな数が表せることができないかというとはいそれがえーと問題の後に出てくるこちらがヒントになってくるんですのでこちらを見逃さないかどうかっていうのがポイントだったと思いますがはい今回 x の係数が3なので y を3で割った余りに関して倍分けするような形で確認することができます。 はい、例えば、えーと、1の状況は y を0にしてみましょう。そんな形なんですけれども、はい、y を0にすると m イコール 3x、はいえー。x が自然数なので、はいえーと、自然数を変化させることによって、m は3の倍数は全て表現できるというような形となります。はいえー、続きまして、y を1とすると、はいえー、3x たつ8という形となり、8というのは3で割って2余る数、はい、という形なので、 はい、m は3で割って2余る数を表現するんですけれどもす、はい、+8 があるので8以上の数は全て表せるよということが2番に書いてあります逆に言うと8未満の数は表せないので3で割って2余る数で8未満の数つまり2と5は2つ表せないよとはい同様に y を2としてあげると、はい、3x+1616 は3で割って1余る数なので 16以上の1余る数っていうのは表せて、はい、逆に言うと16未満の3で割って1余る数こちらが表せなくなって1471013、はい、この5つは表せないよと、はいえー、つまり123より表せない数は合計で 2+5 とか計算して7個、はい、その中で最大のものは3番で出てきた13という形となりますはいで最後にこのような考え方で す倍これで表すことができない自然数最大のものを考えましょう。はい、こちらに関して言うと先ほど 8y の8が2018に変わったようなものなので、はいえー、と同じく y を012として3で割った余りについて考えていけばよさそうです。 はいということで同様に 3x たす2018倍の y を012として考えていくと、はい、0を入れると 3x なので、はいえー、と0以上の3の倍数こちら全て表せるというような形となりますはい、えー、と1を入れると、えー、このような形となり、えー、と2018っていうのが3で割って2余る数なので、はいえー、3の倍数たす2、えー、つまり3で割って2余る数が表現できるんですが はい、2018があるので2018以上の数が表せるよという形です。はいえーと y、に2を入れると,、えー、とこの形となって、えー、4036というのが出てくるんですが4036は3で割って1余る数。はいえー、4036以上の3で割って1余る数が全て表せるので、はい、逆に言うと4036未満で3で割って1余る数は表せない,、はい。そんなことを考えて最大となるものは。 はい、4036未満で3で割って1余る数のうち最大のもので4033というような形となります。はい、こちら正答率1.1%ということで、えー、数学1年の中で最も低い正答率というような形となりましたのでかなり差になった問題ではないかなと思います。はい、ということで第4問の解説以上になります、はい。明日以降第5問の解説の方をやっていきますけれども。 需要があれば数学 2B も方もやっていこうと思いますので、もしよかったら高評価お願いします。またこのチャンネルでは毎日、えー、と大学入試問題の回数を1問上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録をして、そちらの方もチャレンジしてみてください。はい、それでは本日は以上です。ありがとうございます。